さあここからは夜ののトレンド研究所サイバーラボのお時間です今週は夏直前かっこよく着たいロックティーバンドティーにフォーカスです、えー、コレクターであります DJ ドラゴンさんに伝説の1枚を教えてもらいながら T シャツに関するあれこれ語っていただいておりますドラゴンさん今日はどんな1枚をセレクトですかもうねなかなかネタも尽きるかと思われがちですけどもまだまだあります今日はですねまたこれもですね非常に珍しい あ知ってる人いるかなスティーブ・ミラー・バンドっていうバンドがいるんですけども、えー、このツアーのですね、1988年の時の、えー、ツアー T シャツということなんですけども、これは非常にカラフルというか、ボディーは黒なんですけども、青、白、黄色っていうカラーをですね3色使っている T シャツなんですけども、アートワークがすごくシンプルで可愛いいんですね、またこれ、絵的に。で、やっぱりこう、バンド T、 ツアーティーらしいですね、ちゃんと都市のね、名前なんかもしっかり入ってて、やっぱこの辺のなんかこう、ああ、ここに行ったんだ、なんていうのはいろいろ見ながらですね、さすがスティーブ・ミラーバンドだけにですね、マニアックです行ってるところもですね、もうつつうらら、アメリカの街をですね、ツアーしているというね、何箇所なのかな、1988年のね、しかもですね、これ非常に凝ってるのが、前のデザイン、表面のデザイン、これなんでしょうね、カウボーイが、 馬に乗って牛をなんだろうねこうやってるような感じなんでしょうかねで後ろはですねなんと月と星と山というですねちゃんと前と後ろ変えてるという非常に凝っているでこれ私これはなかなかねやるとあいいな 結構お金がかかってるななんて思う T シャツなんですけども作る側の観点から言いますと専門的なこと言うとバンドの規模感にもよってやれることってすごい決まっててでそれが半が増えていけば増えていくほど当然 T シャツの価格というか下代は上がってしまうんでやっぱりこうバンドの力がまだなかったりとか枚数が作れない場合っていうのはどうしてもコスト的にも少なく抑えなきゃいけないんでいかに 一般とか二班でかかっこいいデザインを作るね。ああ一班とか二班でっていうこういうとこはやっぱちょっとこうねいろいろ T シャツも作ってらっしゃるドラゴンさん確かにありますよね半をいっぱい作るとねもっといろいろ自由にできるって言えばできるんですけど単価も上がっちゃいますしね、えー、一般二班でこうかっこいい T シャツを作ると。 というまあ、作る側のちょっとこう裏側も教えていただきましたさあ60年代後半にバンドデビューしかつてはボズスキャグスも所属していたというですね、えー、スティーブ・ミラー,、えー・バンドバンドね、えー、T シャツ、えー、非常に、えー、このスティーブ・ミラー・バンド多く出回ってるんですけど、えー、ドラゴンさん今日ピックアップしてくれたのはちょっとレアなタイプ女性でも着られるようなロックすぎないデザインがいいとちなみにドラゴンさんからロックティーを着たい女性にアドバイス 女性はちょっと大きめのサイズをセレクトしてスキニーパンツかショートパンツかでボトムをすっきりさせるのがかわいいとちょっと渋いバンドの T シャツを着ているとあこの子があのバンドをとドキドキするそうですわかる <laughs> はいまあピタティー好き僕はピタティーを着てほしいなっていうのはあるんですけどこういうあのロックティだったりこう,こういう T シャツはちょっと大きめで下おっしゃる通りショートパンツね、はい、間違いないですね そういう女子がこの夏は多く登場してくれると嬉しいなというふうに思いますはいということでドラゴンさんありがとうございましたサイバーラバー明日もどうぞお楽しみに